夏の味覚のシーズンがやってきました。県内最大の産地、金沢市で今日から小玉スイカの出荷が始まりました。小玉スイカは片手で収まるほどのサイズ感ですが、ずっしりと重く大玉と同じくらいの甘さだということです。金沢小玉スイカは五郎島小玉スイカからブランド名を変えて3年目を迎えました。肉質が硬くシャリシャリした食感が特徴で、10軒の生産者が 15.8 ヘクタールの畑で栽培しています。初出荷を前に JA 金沢市の施設では選別の基準を確かめる目合わせ会が行われ、生産者らがサンプルとして並べられたスイカを触りながら大きさや形、空洞があるかどうかなどを点検していました。今日はこの後3軒が収穫したスイカおよそ2000玉が出荷されたということです。今年は適度に雨が降り天候に恵まれたことから甘いスイカに仕上がったそうです。冷蔵庫に入る丸ごと入る大きさ で、皮が薄くゴミも少ないので SDGs だと思っております。はい、生産者一生懸命朝も早くから起きて水やりとか頑張ってやってるスイカなので、本当に味わって冷蔵庫に1時間ほど冷やして美味しく食べてほしいと思います。今日出荷された金沢小玉スイカは明日には県内のスーパーなどに並ぶということです。出荷は来月の下旬まで続き、 JA 金沢市では700トンの出荷を見込んでいます。